ちゃんみゅです。じゃあ今日なんですけど、まあ、大阪オリジンに来ていただいて、まあ、いろいろ YouTube の新しい体制に変わるとリニューアルされるということで、今スタッフはみゅーちゃんの前に黒い服を着た3人いると思うんですけど、まあ、僕はもともと数年前からみゅーちゃんのファンで、じゃあどっちからいきますか。じゃあ僕から、はい、お願いします。やっぱりこう一歩を踏み出す勇気ってなかなか学生って出しづらいと思うんですけど、なんかそういうところになんかアドバイスがあったらぜひ教えていただきたいです。あー、なんかまずうちは人と比べないのね。本当に育った環境も違うし、好きなこととか嫌いとか得意不得意も違うから人と比べないで、でも過去の自分とは比べるの。その過去の自分と比べた時にちょっとでも成長したら OK と思ってて、結構みんな周りの目線気にしすぎだったりとかするけど、なんかこう思われたら嫌だなとかさ、でも自分が本当にいいと思って行動しとったら全然いいと思うし、だからなんか自分がいいと思ったものをとりあえず信じてやってみればいいのかなっていう感じ。それの結果どうあったかっていうのはその後感じて自分が修正していけばいいわけでしょ。あと周りそんなね自分のこと見てないと思う。例えばさ、集合写真あるじゃん。集合写真見たときにさ、誰見る？自分。一番最初にまず自分見やん。どこにいるかなみたいな。ってなったときに自分の写りとか一番気にするわけやんか。ってことはみんなそれなわけさ。ってことはそれぐらい周りがその自分のことをそんな集中して見てないと思うから。だからなんか気にするのは自分だけでいいと思う。ああ。うん。確かに。なるほど、ありがとうございます。行った中で良かったところベスト3をちょっと、ベスト3、はい、みーちゃんのベスト3をぜひ聞いてみたいです。難しい。だってベスト3でしょ。ちょっと待って、日本地図見ていい？ピンポイントででしょ。でもディズニーは確かに1番だからね。2番が北海道の札幌の種類恋人パーク。で私でもそういうのが好きなんやと思う。なんかやっぱそのパーク系というか、うん、楽しめるような。そうなんか多分絶景とか美味しい食べ物とかじゃなくて、うん、結構体験もの好きやから、うん、そうそう、だからそうなっちゃうね。あとはまあ金沢、石川の金沢のチャラ街、チャラ街だけじゃないけど金沢の普通に可愛いカフェとかもあるし、なんか1日で10カ所とか回ってたから、そういう充実さ的に言ったら金沢結構充実したかも、1日で。でもね、まあ、悩ましいとこで言ったら香川県の小豆島も良かった。へー、行ったことないな。ありがとうございます。じゃあ最後の質問があるんですけど、はい、なんか女の子にあげたら喜ばれるプレゼントとかって何かあったりしますか？いやまさ、これさ思うんやけどさ、いらんものもらってもらえないとか絶対あると思う。ほんまにもらうだけ嬉しいってのもあるけど、もらえるだけ嬉しいがベースにあった上で、やっぱ欲しいものもらえたら嬉しいやんか。だからうちは日頃の買い方とかで、もうほんとその子が欲しいものとか、その子が使ってるものをチェックしとくべきやと思う。なんか、ああ、なるほどね。もうさりげなく聞いてる、ね。まあ、そう。なんかその子のことやっぱ知ることだよね。何？女の子に彼女？そうですね。ああ、唯一ここでリア充な。本当ですよ。ねえ。唯一リア充な。このやっぱ日頃の会話とかで入手できそう。そうですね、まあ、もうちょっとでクリスマスなんで、うーん、そっか、と、まあ、ちょっと相談させていただけたらなっていうところで。あー、なるほど、質問させていただきました。いいと思う。みーちゃんも3年ぐらい前からファンをしている僕とスーさんと、うん、今度はまあ2人でちょっと質問させていただけたらなと思ってます。はい。で、1つ目が YouTube チャンネルが新しい体制に変わったと思うんですけども、スタッフや関わる人からみゆちゃんはどういう扱いをされたいのかな。なるほど。どういうこと？扱い？え、今と変わらん感じ。なんか別にスタッフとモデルっていう、なんかその多少あると思うよ、そのサポートっていう裏の立場っていう立ち位置っていうのがあるかもしれんけど、そこをなんかさ、なんていうかな、強調しすぎて、あーなんか例えばミュウさんみたいな、なんかそういう感じじゃなくていいみたいな、うん、ほんとフラットでいいって思ってる私はね。うん、みゆちゃん個人としての将来の展望とかっていうのは何て言いますか？まあその YouTube を通して理由になったら、まあ私さ結局伝えたいこととか言いたいことがあってモデルって選択肢を選んでるだけだし、 YouTube もそのうちの広める活動の一つとこだから、
だから知ってもらってようやく届けられるから、そういった意味では登録者数を増やしたいっていう気持ちもあるけど、でも例えばそこでじゃあゆえこ収益が出ますってなった時に、その収益は YouTube で得た収益はその YouTube で使いたいって言って、なんていうのかな、そういった収益のお金で例えばいつも応援してくださってる方と会える企画とかイベントとかもやりたいし、結構定期的に会える場を作りたいなって思ってます。画面を通して元気もらいましたとか勇気もらいましたとか言ってくれること多いけど、でもそれってそういう限界があると思ってて、やっぱりリアルであったからこそ感じてもらえることとか、例えばだけどじゃあバリアフリーになったとしても、なんていうのかな、見てるだけじゃ多少のやっぱ気づきはあると思うけど、でも実際体感してそれがようやくなんていうか知るきっかけになったりとか、そのなんていうか体感するからこそ忘れられないというか覚えたりとかすることもあるから、そういった感じでなんかみんなとなんか本当に普通に楽しいこととか通して純粋にそれで知るっていうだけでいいと思うから、みんなと楽しいことしたいなっていうのがある。まあ、ちょっとこれから新しい体制でやっていくので、でもすごい楽しみ、うん、ありがたいです。なんか YouTube をなんか楽しんでできるって嬉しい、うん、最後ちょっとスーさんに締めてもらえますか。あ、社長肩っこしなっちゃうんですけども、この出会いがつながりがすごい大事だと思ってるので、うんうん、僕たちはそれをもう忘れずに、うん、そのこうゆいちゃんの関係性も視聴者さんにいいように映ったらいいかなと思って、うんうん、一緒にこれからも頑張ってみましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。またね、楽しみに。ありがとうございます。今後も楽しみに。普通にはい、開けて。逆ドッキリ。イエーイ、ありがとうございます。お兄ちゃん、ほんまありがとう。全然、おめでとうございます。かわいいでしょ。やばい、どれだけ